2009年雲南洋安市地震は2009年7月9日に中華人民共和国雲南省で起きたマグニチュード5.7の地震である少なくとも一人が死亡し重症者50人以上を含む300人以上が負傷した11時19分27秒北緯25度37分08秒統計101度05分10秒 北緯25.619度統計101.086度25.619101.086を震源とするマグニチュード5.7の地震が発生した。震源は、ショート昆明市から2 0 0トル離れた所有遺族自治州、洋安市県関東京であった。震源の深さは1 0トルであった。7月10日9時2分4秒には、 マグニチュード5.0の余震が発生している。震源は北緯25度37分37秒統計100度56分56秒、北緯25.627度統計100.949度、25.627、100.949であった。合計8回以上の余震が起きている。この地震で1万棟の家屋が倒壊し、3万棟以上が損壊した。 一人が死亡し、重症者50人以上を含む300人以上が負傷した。雲南省当局は4500兆のテントと3000枚の布団を送った。ありがとうございます。